岸田首相親中に偏説か人権法見送りと報道岸田総理が中谷氏の起用を決めた総理補佐官は中国の新疆ウイグル自治区や香港などでの人権問題に対応する狙いがあります中谷氏の起用について中国外務省の大文賓報道官は8日の記者会見で 日本の内政にはコメントしないとしながらも次のように牽制しました中谷氏は現在人権外交を超党派で考える議員連盟の共同会長岸田政権の対中姿勢が怪しくなってきた中国当局による香港やウイグルなどでの人権弾圧を念頭に 海外での人権侵害行為に制裁を科す日本版マグニツキー法の整備が検討されてきたが、岸田首相が当面見送る方針を固めたと報じられたのだ。第二次岸田内閣では、政界屈指の親中派である林芳正外相を起用した一方、 法整備に積極的な中谷元,元防衛省を国際人権問題担当の首相補佐官に登用してバランスを取ったとされたが、備中心中公明連立優先に舵を切ったのか。欧米各国はすでに人権侵害に関与した外国当局者らに制裁を科す法律や制度を整備している。その中で、 日本は中国に配慮して当面見送りという報道が出たことは大きな後退だ。岸田政権が中谷修二を首相補佐官に登用したことで欧米各国は日本の人権外交に取り組むと期待していた。習近平国家主席率いる中国共産党政権による人権弾圧は極めて深刻だ。今回大切なのは 各国が連携してあんたのしていることが人権侵害だと中国に声を上げ行動を起こすことこのままでは国際情勢の変化に対応できない日本美中外務省に飲み込まれる弱い政治と楽員が押されかねない前回の通常国会で中国当局による人権侵害行為の即時停止を求める国会決議案は 連立を組む公明党の春巡もあって採択が見送られた。これに対する世論の反発を軽く見ているようだ。日本は、欧米と共通する自由民主、人権といった価値観に基づき、行動しなければならない。日本には人権でペナルティを課す法律はない。中谷氏も補佐官になった以上、法整備に向けて渾身の力を振るってほしい。 米ワシントン・ポスト氏は16日、バイデン米政権が、中国の人権侵害を理由に、来年2月の北京冬季五輪に外交使節団を派遣しない外交的ボイコットを近く表明する見通しだと報じた。様子見の日本になるのだろうか。民主主義に粗暴に挑戦する中国に対し、毅然とした対中政策を願う。国会での対中非難決議と、 北京五輪の外交的ボイコットについても迅速に検討の上実行を願う。国民はそれを待っている。お聞きいただき感謝申し上げます。